か連作障害を防ぐ土でも売ったんですよ。あれもあれば、ただ植える前にやんないといけないやつだからな。よし、よし、シシトウにはもう2週間以上も経ってるしね、ウェブからね。で、これ
もかなり水入れてるからな。土の染みいいけども抜群じゃん。すげえ湿ってる。でなんか花もいっぱいついてきたね。つぼみがねいっぱいあるんだよ。でいくつかも花も咲いてるしね。こっちももう花も咲いて、もう花も咲いて、でとりあえずねそれぞれの一番花を撤去したんだけど、これこれとこれだけど、こっちさもう一個実ついてんだよね。これこれってあれかな、一番花ではないからいらないのか、取んなくていいのか。まあ一応取らないでいるけど、シトウもいい感じだね。シトウに関してはもう言うことねえんじゃねえ。これねほらさ結構実がつき始めて、これこれさこういうのシトウがさ実ついてさ、いっぱいもう8個ぐらい実ついてるね。それにさまだほらつぼみとか花とかあるからまだまだ実ができるってことでしょ。 すごいよ取れんじゃん。ただシシトってさ食べ頃がわからねえから、あの唐辛子と違って色変わんねえじゃん。ただなんかこれとかも食えそうだよね。でこっちもあのほらもう花が枯れて実ができ始めてたり、あと今花がもうちょうど咲いてるやつとか、あとつぼみとかあったり、でこれとかもさ確実に食べ頃じゃん。これもこいつももう食べれそうだよ、食べられそうだよね。見てこれこの大きさ、この大きさ食えるや。こいつもなかなかの。こいつもこっからここまでこのサイズだよ、このサイズ。どうもあれだね、あの苗の位置これ誘引するさ、あの位置を高くしないと折れちゃう。折れそう。せっかくねあのここまで沿ってるんだから、これをさちょっと無駄にはしたくないね。あの次のさその授業の時にあの上の部分誘引しようかな。あのここら辺、ここと支柱のこの部分を誘引して、あのこういう風にちょっときつくしとこうかな。こういう風にしておけば安定するでしょ。
今上の部分がこれ結構揺れちゃってさ、不安なのよ。でもでここまでね、上の部分開けた方がいいわ、こうやって。これだけでもう十分、ほら今支柱に支えられて頑丈になってるから、これだけでもね、今支柱、あ、でもすごいいいじゃん、なんかちょっと頑丈になったよ、ちょっと強くなったよ、これだけでも。ちょっとあれね、弱々しい木だから、木だから、取っちゃうかこれ、弱々しいからね、いらない、ここまで上げとけばしばらく大丈夫じゃない。じゃあこっちも、あら、折れる心配ないよ。それはそうと、かなり実がね、できてんのよ。これもそうだし、これも、こっちも、これもね、で、これも、これも、で、こっちの株も、ほら、こんなでかいししとうだよ。奥も1、2、3、で、こっちもあって。で、上もさ、お花もまだいくつかついてるし、ちょっと風でね、取れちゃった部分があるんだけど。で、ほら、これもさ、これ？こういうのってさ、もうあれかね、食べられるのかね、シシトウね、これとか。かなり、かなりシシトウ。シシトウのさ、食べ物のサイズってよくわからないから、もうちょっと育ててもいいのかな思ってんね。ただあと1ヶ月待ったらさ、ちょっとさすがにね、きつそうだからさ、そろそろ収穫をして、家で、ね、食った方がいいのかな。ナスと違って、シシトウのさ、実の数がすごいのよ。こんなにさ、だいたい店のやつってだいたいこのぐらいのサイズじゃない？これとか、これとか、これ大きいよな。やっぱこれがあれ一番大きいね。どうなんだ、あとはセーブ。こっからここまでね、まあ、間はいずれか収穫をしようかなと思ってで、風が強いからさ。でもこんなにさ、実がついてればさ、あれよね、まあ大丈夫だよね。でもなんか虫がついてるっていう感じもないから、もうこれはさ、これ以上も大きくならないかな、このシシトウの実は。なあ、シシトウこんなもんね。これとかさ、絶対食えるじゃん。これちょっとはちっちゃいか。いや、店に売ってるシシトウってこんな感じだよね。こんぐらいのサイズだと思うんだよ。
男もさ、いろいろ成長してんだけど、なかなかいいね。ついにね、あの大量のあれシシトウ、あれ収穫してみたわ。一応収穫したのが朝の、あ、まあ10時半ぐらいで、で今ね、あのちょうどこの時間だから、まあ全部収穫、全部じゃないか、収穫したのは一応何個か、まあ1株にまあ4つぐらいはまあ残しておいて、あとはまあ収穫したんだけど、でもあのまだね、あの苗の上の方の成長点がまだあって、で収穫まだで、あの花とかつぼみはあったんで、まだあの新しいものは出てくるかな。あとまあこれからどんどん上の方には葉伸びていくと思うんだよね。そしたらまたあの夏休みとかでもきっと収穫ぐらいはできんじゃないかなって思って。でさ、これなんか結構濡れてんだけど、あのね、袋に入れてたらね、中から水分出てきて、それで濡れちゃってるって感じかな。で、前であの収穫した当時と同じぐらいのあの強度保って、結構なんか見た目美味しそうだよね。匂いはすごいシシトウだよ。てかなんかピーマンみたいな匂いだね。あのまあ同じ分類だから。ちょっとあれだね、あのせっかくだからさ、生で一個食べてみる。なんかねえかな、ちっこいやつ。ちょっとなんかでかいやつはちょっときついよね。でこれの使い道はまあ家帰ってあの焼いて食うかなって思ってる。それからな、おめえ頼んであのやってもらおうかな。あの天ぷらにしてもらおうかな。手がすごいシシトウ。ちょっとあれだな、生で食ってみるか、これ。いただきます。あ、辛い。辛い、わ、やべ、なんだこれ。なんだろう。あ、辛い。なんだこれ、めっちゃ辛い。うわ、おこまやばい、やべ、ちょっと待って、やばい、ま、やべ、辛い。ちょっと待ってくれ。めっちゃ辛いじゃないか、これ。めっちゃ辛いぞ。あ、痛い、舌が。やばい、これ、焼いて。まあ、それなしで。辛っ。なんだこれ。シシトウってこんな辛かったっけ。やばい、やばい。辛い。ちょっと待って、え、これ大丈夫か。これ焼いて食ったら必ずさ、このままじゃないの。こんなん食えねえかなって。
辛い。いや俺てっきりあのシシトウって辛すぎなくて苦味があんのかなと思った。まさかこんな辛いと思わなかったな。なんだろう、いやそんな水あげてなかった俺。ちょっとやばいな。これ天ぷらにしたら辛いんじゃないの。でもこんな収穫しちゃったしな、捨てんのもったいないし。辛い。あ、まだ下痛いわ。買ったのシシトウだよね。青唐辛子じゃねえと思うんだけど。あーでも辛いわ。やっと待ったから、あー辛い、痛い痛い痛い、もう下が下が下が痛い。マジかよ。完全油断してたわ。あ、まあ頑張って家であの炒めたり、あ、なんか揚げたりとかいろいろして美味しく食べるわ。ひとまずまあ一応収穫したシシトウはこんな感じだ。いい、ということでね。じゃあまあ今日はこれ終わり。ありがとうね。じゃあまた会いましょう。シシトウだね。ここまで。これあれだね、シシトウさ、あのこっちまで伸びてきたんだけど、あれだよね、こういうのってさもう収穫できんだよね。これね、こういうの、この大きな、あれじゃね、ほとんど収穫できんじゃん。これも収穫できるし、できる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 。これだな、ちょっと手前に持ってってさ言った方がいいかな、こういう風にここら辺で言った方がいいかね。こういう風に言っていいよね。あと気になるんだけど、赤くなってんだよね、下のやつね。これあれだよね、周りのさ、このキュウリとかのやつさ、一回全部ちょっと取っ払って、あの、シシトウだけをまず分けたいね。それでさ、あの、この支柱にさ、これに、あの、くくりつけたい。ただ無理やりやったら折れちゃうから、ちょっとさ、こういうのをさ、ちょっと上に持ち上げて、ちょっと持ち上げて、ここら辺から、あの支柱にさくくりつけて、あのこっちもそう、もう一本のシシトウもそうなんだけど、ここの支柱にさなんかくくりつけて、どれがシシトウで違うのか分かんない。びっくりした、でけえ黒い蝶がいるぞ、でけえ黒い蝶がいるぞ。なんだあれ、すげえでけえ黒い蝶いるんだけど、何やろ。どうした、蝶々。でかっ、わ、でっけえシシトウ。ちょっとあれだな、あのこっちもあれだね、ほらでかいよ、もうでかい実だよ、ほらでかいよ、ほら、うん、うわすっげえ、うわすっげえ、いっぱい実ついてる。
僕もほら見てこれ、これとか、これとかさ、これ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 あれじゃないの、店で見るよりもでかいんじゃねえの。ただちょっとあの身がつきすぎてからなんかあのちょっと重そうだよね。ちょっとなんか落ちそうだもん。すげえいっぱい釣ってる。もうなんかさあの隣のキュウリとかもありすぎて、あのどれがもう多いのか全然もうちょっと分かんなくなってきて。ちょっと収穫した方がいいんだけどね。ただちょほらもうなんか奥のやつも赤くなってるもん。シシトウって赤くなるの？何？それでも何なんかあの唐辛子になんか進化しようとしてんの？俺は今その進化の過程を見てんのか。いやそれはいいとして、すごいね。シシトウってこんなに実るんだね。あーもうすげえ。まああれだな、次の火曜日にもう収穫するからそれはもういいや。なんかカラスも狙ってねえし。ってだけそんなもんで。じゃあまた。シシトウに関してはなんかもう隣にキュウリがさ、こうやって侵略しにしちゃってっからさ。でも唐辛子のじゃないや、シシトウの方も一応今回肥料をあげてね、新しい肥料を追加して、ちょっとあれかな、肥料を入れすぎて多分焼けちゃうかもしれない。それだったらちょっとなるべく落とそう。なんかすげえさ、俺の畝までさ隣のキュウリが来ちゃったんだけど。あだね、今日は多かったあの大きめの、あこれちょっと大きいかな、大きめのね、あのシシトウの実、まあ取れるや、まあ大きめのシシトウの実、あの俺が取れそうなやつね、あの手が届くやつは一応多かった収穫したつもりではいるんだけどね。ただなんかこういうなんか赤いな、柔らかい、これ熟してるぞ。おい取ってないけど、たださあの奥の方になっちゃうとあれなんだよ、ちょっとね、あこれなんか届きそうだけど、あ届くね、これ、まあ届くやつは届くんだけどさ、あの届かないんだよ。これ待ってみる？なんかこうすればまあ届かなくもないんだけど、ただもうほんとさ届かないから。もうちょっとね、あの半分諦めてんだよね。いやあれだよ、あの届くやつはなるべく取ってるよ。あこれちょっとまあ小さい、まあどんぐらいのサイズがいいのか俺分かんないからさ、あの適当にすげえでかいやつだけ取ってるけど、あ結構なんかあの奥とかさなんか大きそうな、届かない、これとか、あこれとか結構でかいじゃん。ちょっとあれこのホクさ、あれこのホクさいっぱいあんじゃん。これとかさ、これとかさ、これとかさ、あれだな、来週もうちょっと取るか、多分また大きくなってるでしょう。一応一通り、まあ一応行ける日は行って水とあげたりしてるから、じゃあそんなもんだね。はい、以上です。ああ、暑いにも、もうあれだ、シシトウがさ、赤く熟しちゃったよ。ああ、もう超柔らかい、もうふにゃふにゃだわ、ふにゃ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 だ、ふにゃ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 、これもだね、ふにゃ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 。にしてもさ、シシトウってさこんな赤くなんだね。うん、知らんかったわ。あれずっとシシトウって緑のまんまかと。てっきり。
こまだね。でもなんか、ね、一応ね、あげられる日はさ、水をたっぷりあげて、やっぱさ、湿らしてはいいんだけどさ、もうあげられる日はもう絶対あげてる。とりあえずなんとなく、もうちょっと、大きい空き時間ができれば水をあげてるね。たださ、水のあげ方正しいのかどうかわかんないけど、あれだね、一応土の上にさ、水の膜ができるぐらいは一応あげてる。で、一応表面に出てる部分は全部色が変わるぐらいまでは水あげてるけど、水が変わって、なんか水のなんか上げてるとさ、染み込む前にさ、水の膜みたいなの薄くできんじゃん、溜め込むじゃん、それぐらいはやってる。ただ、どれが正しいのとかわかんないけどね。で、ここマルチ結構雑だからさ、すぐ下の部分なんかもう乾いてそうだよね。でもここまで成長してるってことはそれなりにいいんじゃないのかな。まあこんなもんだね。これさ、シシトウに関してはさ、もう変だよね。もうなんて言えばいいの、近づけないんだけど、向こうになんかネット貼ってあるな。これトウモロコシのネットだ。いやもう多分ね、もうシシトロウもね、多分もうすぐで枯れると思うんだよ。なんとかちょっと近づきたいな。どれがどれだか全然わかんない。ここか。でも、ああでもあれだな、もう実がね、できてないんだよ。実がね、ないのよ。だから限界点いっちゃったかな。もう終わりなのかな、シシトウは。まあ確かにね、できてるのはね、できてるっちゃあんだけど、まだ。たださ、ほらもうみんなさ、赤く熟しちゃってるし、なんかいやもうシシトウもさ、あれだね、バーベキューでさ、提供できるかと思ったんだけど、あれだね、もうできないかもしんないね。ほら、なんか実はさ、あるんだけどさ、ほら、ちっちゃいでしょ。すごいちっちゃいでしょ、なんか。シシトウのさ、大きい実がもう残ってないんだよね。なんか残ってる実はさ、あともうなんか赤いやつ、残ってるシシトウの実がもう赤くね、熟してるやつしかないのよ。ほらすげえ赤く熟してんだけど、もうふにゃふにゃ柔らか、すげえ柔らけ。なんか普通のやつもさ、こういうなんかちっちゃいのしかないのよ。ほらこれ、これでさ、もうあれだな、バーベキューでシシトウ提供するって言ったけど、これあれだな、もうほとんどないに等しいね。シシトウなんか無理そうだな。
ぐらいしか残ってないわ。氷海ぐらいしか残ってないわ、もうね。なんか寂しいけど、まあ、水でか割りは来るもんだね、本当にね。でも本当はできた当初はあれだね、近場近さ、ホーム、あれ、バーベキュー当日、あれ、これ渡してみる。この、もう熟しすぎてさ、もう真っ赤になってグニャグニャのやつ、これもう通って帰るとは思えへんだけど。あとあれだよ、ほらさ、本当にもう実がないんだよね。新しい実がね、作られてないのよ。先頭の方にさ、ちょっとだけちょっとだけなんか残ってるぐらいで、もうそれ以外はもう実がついてない、ついてないし、なんかめっちゃ赤く熟してるしね。このさ、めっちゃ赤く熟してるやつは多分食えないでしょ、熟すぎたって。あれだね、なんかナスないだな、提供物はね。シシトウも収穫したし、あの、結構ね、面白かったよ。まあそんなもんかな。はい、じゃあ切ります。